高松支店及び四国地区本部株式会社中国銀行は岡山県岡山市に本店を置く地方銀行岡山県の指定金融機関である広島県と香川県の全域にも多くの店舗を展開する通商中銀岡山県及び広島県ビンゴ地方や香川県にあった数多くの中小銀行が合併と買収を繰り返すことによって成長した地方銀行で 1930年12月21日に第一合同銀行と山陽銀行が合併して中国銀行として設立されて以降岡山県内最大の銀行として存在している本拠地の岡山県内に本社のある企業における主取引銀行となっている数が最も多く帝国データバンクが2014年に発表した メインバンク実態調査では23,873社のうち11,156社で46.73%を占めた。本業最古の前身は高橋市に設立された第86国立銀行であるが同時期に岡山市では第22国立銀行が設立されており当時はこちらが岡山県最大の銀行として地域経済に 多大な影響力を有していたが、日清戦争後に発生した強行の煽りを受けて、経営状態が急激に悪化したため、安田財閥の救済を受ける形で系列入りし、1923年11月1日に安田銀行へ統合されたことにより、地方銀行としては岡山県から消滅した。本店を置く、岡山県内のほか、岡山県に隣接している広島県、 香川県、兵庫県にも複数の店舗を有する。大都市圏店舗は大阪市、東京都に各一。このほか四国中央市、米子市にも店舗を有する。海外店舗は一。倉敷美観地区にある倉敷本町市張所は、1922年に竣工したルネサンス風建築であり、国の登録有形文化財。ビンゴ地方は、 中国銀行にとっては順次元で製造業を中心とした中堅、中小企業が多いことから従来より重点エリアと位置づけており、福山市内他に多数の店舗を配置し、広島銀行他と競争を繰り広げている。福山市役所近くの国道2号と駅前通りの交差点では、 中国銀行福山支店と広島銀行福山営業本部が大通りを挟む形で立地している。水保銀行、山口銀行、114銀行も隣で同じく大通りに向かい合ってある。行名に本店岡山市が併記された例。大阪支店。東京、大阪、神戸の各支店の看板には日本にも進出している。 中華人民共和国の商業銀行である中国銀行と区別するため他の店舗にはない本店岡山市の文字が書き添えられている。ニューヨークにはかつて世界貿易センタービルに支店があったがアメリカ同時多発テロで同ビルが倒壊したため海外駐在員事務所に格下げしている。海外駐在員事務所は上海、シンガポールにもあり、上海においては バンクオブチャイナとの区別のため、日本中国銀行と表記している。クレジットカード一体型 IC、キャッシュカード、ドリム W のテレビ CM には、長島明と踊りが自ら出演していた。また2011年には、在阪テレビ局各社にて、兵庫県の赤市支店の新設告知を案内した CM にも長島が出演し、さらに、在阪ラジオ局でも、 出演の CM が流されるなど広告等を担っていた。原当取りの宮永雅とも大反曲向けのラジオ CM に出演している。テレビ CM では2015年5月放送開始会よりオスカープロモーションの仙台民を起用。直近では2019年2月にリニューアルが行われている。2020年4月には中期経営計画の内容をストーリー化した。 イメージ映像を公開。制作には、岡山県出身の若手映像クリエイター、板谷勇妃を起用した。岡山県内に本店を置く、金融機関のうち、中国銀とトマト銀行、岡山県下全信用金庫及び、笠岡信用組合の合わせて10金融機関における、ATMCD 総合出金利用手数料、無料提携を行っている。 倉敷支店倉敷本庁出張所は国の登録有形文化財となっている。廃止日は最終営業日障害者のうち ATM 操作ができないなどの理由で窓口対応せざるを得ないものに対し窓口対応であっても手数料は ATM 利用時と同じ料金体制としている。また、視覚障害者でも ATM 利用できるように音声案内機能がついた ATM を設置している。 バレーボール V リーグ一部の岡山シーガルズのメインスポンサーでもある。銀座にある有名な中銀カプセルタワービルはディベロッパーの中銀グループ山梨県の山梨中銀スタジアムは山梨中央銀行に由来し中国銀行とは無関係である。ありがとうございます。